今日開所式が行われ13年ぶりに再開したのは浪江町の津島駐在所です。津島地区は原発事故により立ち入りを厳しく制限する帰還困難区域とされましたが、去年3月に復興拠点に指定された一部地域の避難指示が解除されました。町によりますと、現在地区には10世帯18人が暮らしているということで、今後は津島駐在所の駐在員がパトロールなどに当たっていきます。パトロール、防犯に関する活動とか、そういったことはもう力を入れてやっていきたいと思います。震災と原発事故により双葉警察署の管内ではまだ浪江町の大堀と請戸など3カ所の駐在所が再開できていません。